の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 Sino 代表の篠崎正です。今日はメールでいただいた質問にお答えしたいと思います。篠崎さんは矯正をしているようですが、いつからやってるんですか、いくらぐらいかかりましたか、みたいな質問でした。矯正って髪の毛ではなくてですよ、歯の矯正ですね。矯正できません。はい、歯はですね、実はもともと歯並びがあまり良くなくて、そしてですね、40歳を超えたあたりから物を食べた後にすごく歯に物が詰まるようになってきたんです。で、もともと歯並びが悪かったので、なんかこう悪くなってる感じがあんましないですね、もともと悪いから。なのであんま気にしてなかったんですけど、その物が詰まるということ、詰まり始めたということに、なんかこうショックというかね、あれなんか変わってきたのかなっていう感じがして、で一度ですね、診察を受けたんですね。で、診察見積もりまでは無料みたいな歯医者さんが結構多いので、そちらで、診察していただいた結果、顎の大きさに対して歯の本数と大きさが合ってないので、抜かないと矯正するのが難しいですって言われて、そこでですね、実は1年ぐらい止まってるんですよ。虫歯も1本もないような歯をなんで抜かなきゃいけないのかなみたいな感じがしてですね、ちょっと止まったんですけども、でもそのままにしててもそのままなので、早いうちにねやった方がいいかなって。まあ早くないんですよ、もう40代なんで、もっと早いうちにやればよかったんだと思いますが、まあね、ここに1本しか歯がないおじいちゃんとかになりたくなかったので、まあ今始めようと思って、2016年の12月に1週間に1本ずつ、上2本下2本抜きました。どこを抜いたかちょっと後で説明しますね。そして2017年の1月からワイヤーを入れてスタートして、2017年1年でしょ、2018年1年で、2019年の今4月なんで、2年4ヶ月まだワイヤーがされた状態になっています。ただもうですね、ほとんど終わりに近い状態で、多分もう1年かからないんじゃないかなと思います。だから3年ぐらいかかる、まあ、2年ぐらいですよって言われたんですけど、まあ、3年ぐらいかかるのかなっていう感じではいるんですけども、具体的に始めた年齢は今年もうすぐ僕47になるので、3年前ですから、44ぐらいから始めています。多分男子でこの年齢で、矯正をするっていうのは、まあ、ほぼほぼ珍しいんじゃないかなと思いますけども、まず抜いたとこなんですけど、犬歯の後ろの歯を上下4本抜きました。でこれね、調べると、わかるんですけど、歯って、まあ、みんな、個性的でいろいろこう歯並びが違うとかこう種類が違うんじゃなくて決まってるんですね。まあ、当たり前だっちゃ当たり前なんですけど、前歯は、4本あるんです。4本で犬歯が1本じゃないか、前歯が4本犬歯が2本、そしてその後ろに奥歯が2本あって、さらに奥歯が2本あるんですね。でその並びが上下になってるんですよ。で奥歯の2本っていうのは同じ犬歯の後ろの奥歯2本、その奥歯の2本の後ろの奥歯2本で、このニコニコっていうのは同じ歯なので1本抜いても大丈夫ですって言われたんですね。で犬歯の後ろを1本抜いて、1本というか全部ですね、上下で4本抜いて、まず犬歯を下げますと、その抜いた後ろに犬歯をこう下げていきます。でその際に奥歯も前にこうずれてくるので、ずれないように装具で止めます。なので仕上がりが今の状態よりも5ミリこう刃がこう下がる状態になります。もちろん刃が詰まってたわけですから、ちょっとこう出っ歯気味になってたわけですよね。でそれを、後ろに下げますと、なので奥歯が動かないように装具を止めたんですけど、それがね一番大変でした。奥歯を止めてある、リングがぐっとはまってるんですけど、そのリングからワイヤーがぐーっと来てて、この後ろこのここにこう止まってる状態ですね。これでね1年過ごしたんですけど、これがめちゃくちゃ大変でしたね。でそれが、取れて、で、犬歯が後ろにくっついて、で前歯を後ろにこうギューッと4本ギューッと後ろに下げてきて、今ほとんど隙間がない状態と。で、あと微調整、ここがもうちょっと隙間があるねみたいなところを、ゴムかけたりとかして今調整しているところですね。で金額的には私が行っている歯医者さんは560万だったと思います。それを、一応2年で、分割で払っていって、で、1回に治療に行くとプラス5000円の治療費がかかるっていう感じの場所です。もちろんね、もっとお安いところとかもあると思います。今、割とですね、最初の1年ぐらいワイヤーかけて、あとはリテーナーっていうんですか、こう、型をこうグッグッとはめて、型がこういくつかあって、最初の月はこの型、次はこれみたいな感じでこう型を変えていくと終わりますよみたいなのもあるらしいですが、やはり確実な方法はこうワイヤーをかけて、やるっていう方法なんだと思います。でこの歯の裏でですね、裏でやる方法もあるみたいなんですけど、やっぱりなかなか難しいみたいで、表側しかできないっていうふうに言われて、で目立たないようにするためには白いワイヤーで白い、器具でやるのがいいですよって言われて、一応僕はそういうふうにしてるんですが、なんか骨格の関係というか、あまりこう歯茎がグイってこう出るタイプの歯じゃないので、なんかお客様でも「え、矯正やってたんですか?」みたいな感じで、しばらく経ってから気がつかれたりとか、意外と気がついてない人も、多いですね。なので、僕的には矯正をやって、その後にいろんな人のこう評価というかね、で困ったことはないです全然。むしろ40代に入って矯正やってるって偉いねとかすごいねとか。なんかそういうことを言われることが多いですね。自分としても、40代の男子でやってる方はほとんどいないだろうなっていう感じがしてて、で、何人か、先輩でやってましたよっていう方はいたんですけど、2人だけですね、かなり人数が聞いてもそのくらいでした。ちょっとこう頑張ってる感もあって、なんかあとすぐもうちょっとでこう取れてしまうっていう寂しさもありますけど、早く取れてほしいっていう感じもあります。そしてやっぱり一番大変なのはもう食事です。やはり正直まだついてるので、外であんま食べたくないなっていうのはありますね。もう全部詰まっちゃうんで、スタッフとかこう気心知れてる人とは行きますけど、あんまりこうなんか初対面とかそういうとこだと、なんかちょっとこうっていう感じはちょっとありますけど、最近は気にせず行くようにしていますね。なので、僕は矯正に関してはネガティブなイメージもないし、矯正してる人を見ると頑張ってんなっていう、こう自分がやったのでそういう気持ちにもなるし、歯並びも綺麗になるわけだし、綺麗になった方がもちろん印象もいいと思うんですね。なので、いいことしてるっていうふうに思いますね。お金がかかるっていうのもありますけど、洋服みたいに着替えられるわけじゃないので、やはりね、70歳80歳とかっていう時のことを考えると、今でしょうね。今ちゃんとやっといた人たちだけがその年齢になって自分の針ガリガリガリ食べたりとか、何も困らないで生活できたりとかするはずなので、もちろんね先天的に歯が綺麗で歯が強い方もいらっしゃると思いますけど、僕は今やっといて、よかったっていうのは、まあ、そのぐらいの年齢になったらわかるかなっていうふうに思っています。はい、そういうことで今日はこの辺で終わりたいと思います。質問はコメント欄か概要欄にあるメールアドレスにお願いします。そしてチャンネル登録、こちらのお店のマークをクリックしてください。それではこの辺で終わります。さようなら。